シラ圭ケイチは日本のアフリカ地域研究者、立命館大学国際関係学部教授、埼玉県出身、私立浦和高等学校を経て、1993年、立命館大学国際関係学部卒業。1995年に、立命館大学大学院国際、関係研究科修士課程を修了し、毎日新聞社に入社。 鹿児島市局、福岡総局、外信部、ヨハネスブルク特派員、政治部、ワシントン DC 特派員を経て2014年3月に退社。三井物産戦略研究所へ移籍し、主席研究員、オー路中東アフリカ室長などを経て、2018年4月より現職。単調、ルポ次元大陸アフリカ暴力が結ぶ貧困と繁栄で、 第53回日本ジャーナリスト会議賞受賞第9回新調ドキュメント詳細集候補京都大学アフリカ地域研究資料センター特任教授三井物産戦略研究所客員研究員兼務立命館大学時代は探検部に所属し1991年にニジェールの半砂漠地帯の村でテント生活をしたその時の模様を映像に収めて テレビ番組を制作し、アフリカはいつもハッピーという気候文も探検部の教著で執筆した。この経験でアフリカに関心を持ったという、現在は立命館大学探検部の顧問を務めている。ありがとうございます。